どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この画像のようにこう左右対称にならない方って結構多いかなと思うんですけど、それの直し方について紹介します。はい、ということで、まずちょっと今日お人形さんでやっていくんですけど、多分こう自分から、見た時に左側ですね、こっち側って例えばブローしたりとか、あとコテで巻いたりとかした時って多分ね、内巻きに入れようと思ったらしっかり入るかなと思うんですけど、逆に右側、こっち側ですね、右側は、ブローしても、例えばコテで巻いても多分ちょっとね前向きに流れてきちゃうかなと思うので、でこの前向きに、はい、なんか流れちゃうっていうのはもう原因としては大体の方はそうなんですけど、このつむじのこの毛流れがあるんですけど、それの関係上どうしてもこっちが跳ねてしまうっていう状況になってしまいます。でサイドだけじゃなくて、まあちょっとこの耳後ろの部分だったりとか、この辺ですねとかも跳ねてしまうので、なのでまあちょっとね、本当はブローで直したりする方法もちょっとご紹介したいんですけど、多分ね、ご自分でやられる時ってそんなブローって難しいかなと。あとブラシ入れてとか、くるくるドライヤーでも結構ね、根元の生え抜きを変えるっていうことはなかなか難しいかなと思うので、簡単に今日はコテを使って、これを左右対称にする方法をやっていきたいと思います。はい、ということで実際やっていきます。で、やることはたった2つです。右側は左側よりも回転数を 0.5 回転ぐらい、まあ大体でいいんですけど、ちょっと多めに巻く。で、もう一つは少し前に引き出しながら巻く。この二つだけをやっていくと、綺麗に左右対称になっていきます。で、こっち側は左側ですね。左側は、大体1回転ぐらいで今回巻いていきますね。コテを入れて、大体1回転だけさせてやると、このぐらいのカール。になると思うので、これよりも少し回転数多めでこっちは巻いていきます。ちょっとね、分かりやすいように少し横向けてます。で、こっち側も巻いていきますね。サイドの部分、普通だったらこの辺にこうストーンと下ろして巻くかなと思うんですけど、左側はこのストーンと下ろした状態に対して、右側は少し前に引っ張ってきます。で、この状態で巻いていきます。で、巻くときも、まあ中間ぐらいから、左側も入れてるので、右側も同じように入れて、で、一回転だけだったんですけど、ここに関しては、もう半回転だけ巻く。1.5 回転を巻くって感じですね。で、こっちは一回転。で、巻くと、ちょっとね、ウィッグなので、グリーンって入っちゃうんですけど、こう、例えばパッと見た感じ、こう見たらなんか左右今、二対称じゃないですか。でもこのぐらいやって全然 OK です。カールがもうグリッと入ってきてますね。こう S まではいかないけど、こっちは C カールに対して C よりも少しこうグッと半回転ぐらい入る、このぐらいのカールですね、になると、ウィッグだからちょっとね、毛流というかその毛流れってあんまりないのであれなんですけど、人間だったらこれが例えばなんですけど、こう後ろに向かってるので、こう毛流れ的にってなると、このまま、後ろにこう、この根元が後ろに向くんですよね。向くと、髪の毛も同時にちょっとこう、開いてくる状態になってくるので、そうなると、ちょっとね、わかりづらいんですけど、後ろに流れてきたら単純にこういう風に内巻きになって、左右対称になります。で、この戻りがあるので、髪の毛のこのカールの戻りがあるから、こっちは回転数をちょっと強め、0.5 回転ぐらい巻く。で、ちょっと、なおかつ前に引き出してやることによって、カールが、普通、このままストーンと下ろした状態で巻いたら、こういうカールができるんですね。こういうふうな、普通に左右対称のカールができるんですけど、前に引き出すことによって、ちょっとこう、こっちに入れるカールができるんですよ。で、こっちに入れるカール、まあ、この後ろ向きに入るカールですね、があるので、で、単純にこれが戻って、根元がね、こっちに向かって生えてるので、戻っていくと、このカールがだん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 こう戻ってくる。ってなると、この内巻きになりやすいかなと思うので、
大体こういう風にして、巻いてあげる。まあ最初は多分こうなってると思うんですよ、皆さんも。なんですけど、時間が経ったら絶対こうなってます。内巻きにグッと入ってます。なら、例えば朝巻いて、で、ちょっと出かけるってなったら、多分このぐらいに戻ってるかなと思うので、で、この、後ろの部分ですね、ここも多分跳ねやすいので、同様に前に向かって引き出して、さっきみたいな感じで回転数を少し多め。で、巻いてあげると、時間が経つと左右対称に入ってくれるかなと思います。はい、という感じでやってみました。で、まあ、さっきもおさらいなんですけど、右側がどうしても前に向かってカールが出てしまうので、前に引き出して巻く。で、あと、左側よりも右側の方が 0.5 回転ぐらいちょっと強めに巻く。で、そうすることによって、もう最初巻き上がりって、こっちがグリーンって入って、こっちがこうスーッと入ってるんですけど、時間だったら絶対戻りますから。もう、普通に内巻きになると思うので、もう時間だったら跳ねるっていう方は、そういう風にやってもらうと、綺麗に1日、キープできるかなと思います。で、その後にやっぱりね、キープさせたい方っていうのは、こうスプレーを全体的につけてあげる。で、スプレーをつけるときも、表面につけて、内側にもつける。で、そうすることによって結構一日ね、持ちづらい方も持ってくれるかなと思いますので、ちょっとね、今回は巻き方についてちょっと紹介させてもらいました。悩んでる方、よかったら一回やってみてください。騙されたと思って。結構本当にうまくいくと思います。美容師も多分やってる方法だったりとか、例えばパーマを巻くときとか、なんかそういうときにも結構使ってる方法なので、ぜひよかったら参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で皆さん会いましょう。さよなら。